大イ栄、手テジョイオン、日本語読み、大祖イソ・朝鮮語、ラテン文字、デジョイアン、DDH-977 は、大韓民国海軍の駆逐艦。李春新旧駆逐艦の3番艦。艦名は、渤海の初代王、大イ栄に由来する。大イ栄は、KDX2 に基づく4400トン級駆逐艦として、大宇造船海洋で建造され、 2003年11月12日浸水2005年6月30日に収益した2009年7月16日ソマリア沖の海賊対策のために編成された清見部隊第二次隊として韓国を出発8月22日に現地にて任務を開始する12月21日に第三次隊の ddh-975 ただたけこ李春信と交代し、帰国の途に着く。任務中は、韓国籍船舶66隻を含む、25回全592隻の船舶に対する護衛を実施、他に海賊に拉致されたイエメン漁師5名を救出している。2010年1月18日午前、賃海軍港に寄港する。 2011年12月16日、清見部隊第9次隊として、富山海軍作戦基地を出港し、2012年1月中旬頃に、現場海域に到着し、護衛任務を開始し、6月頃まで、任務継続の予定。2014年4月16日、全羅南道沈島軍艦梅島沖で起こった、セオル号沈没事故の捜索活動を行う。この際、 21歳の兵長が貨物エレベーターの作業中に頭部を負傷、19日に死亡した。2015年10月、平成27年自衛隊観艦,艦式に13年ぶりに韓国海軍艦艇として参加した。ありがとうございます。